ゴードンはこの森に入っていったみたいだね。そうみたいね。ひどすぎるよ。強盗に入っておばあちゃんを殺しちゃうなんてさ。そんな悪い奴を野放しにしてたら、みんなも安心して暮らせない。どうしたの、ミゼラ。カナタは、いつもまっすぐで正しいね。私には分かってたよ。カナタは絶対。とにかく、今は急いでゴードンを見つけよう。ここは魔物もいるし、気をつけながら進まなきゃ。うん。いつだって私は、カナタの後ろについている。ミゼラ、俺の後ろに。うん、そうするね。マジンケン。これでまた少し強くなれたかな。修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だった？とても怖かったよ。だから、カナタが来てくれて本当によかった。そっか。あれ？でも着いた時、ミゼラが村の人を押さえつけてたように見えたけど。気のせいだよ。私一人じゃ何もできない。カナタが助けてくれるから、私は元気でいられるんだよ。そうだよね。大丈夫。ミゼラのことはこれからもずっと俺が守ってあげるから。うん。ありがとう。いた！ゴードン！こんなとこまで追ってきたのかよ！もう逃げられないぞ。お前を捕まえて、騎士団に引き渡す！待って、カナタ！何か聞こえる。これは、魔物。こんな奴初めて見る。まさか、こいつがクレス先生の言ってた。カナタ、来るよ。
一気に切り抜ける。マジンケンス。なんだ今の攻撃。やっぱりクレス先生の言ってた森の主ってこいつのことなの。まだ。無事か。あなたは。立てるなら立ちなさい。無理ならおとなしく寝ていて。一緒に戦ってくれる。やれます。そうか、なら油断するな。行くぞ。ライトニング。ヘルスロー。ハハ。セイ。舐める力が満ちた電ショック。いつでも出る。無理に追う必要はない。どなたか知りませんが、助けてくれてありがとうございました。でも、どうして？君たちは悪い人間には見えない。強いて言うなら、理由はそれだけだ。勝手に面倒ごとに飛び込まれて、こっちはいい迷惑だけど。不満なら、無理に私に付き合わなくとも構わないぞ。冗談でしょ。私はあんたから決して目を離さない。あんたが使命を果たし終え、理由をつけて逃げられるとは思わないことね。そうだったな。あの。ああ、すまない。こちらの話だ。自己紹介がまだだったな。私はミラ。カナタです。彼女はミゼラ。この辺りの人じゃないですよね。二人はどうしてこんなところに。探している奴がいてな。迷っちゃったんですか。よく見ると服もみつぼらしいし。よし、俺が何とかしてあげますよ。何あんた。何ですか。よせベルベ。それよりカナタ。何ミゼラ。ウォードンが。あ、いない。逃げられたのか。魔物と戦って。ナッシュ。話も聞かずにさっさと飛び出すなよカナタ。いい。ナッシュ。追いかける必要なんてないんだよ。ゴードンがばあさんを殴ったところ、俺のビジョン。罪の投影か。このビジョンを世界中の奴らに。見ろよビジョン。こいつ隣町のゴードンじゃないか。母さんになんてひどいことを。許せないな。なんだ俺のビジョンを。なんてひどいこと。おばあさん相手にこんな悪人は裁かれる。いなくなっちゃえばいいのに。消えろよ悪人。消えちゃえ。消えろ消えろ。
私たちも行く。本当、勝手な。ゴードン。腕に紋章が。あれが罪の刻印か。罪を犯し、みんなが執行。うん、ゴードンはトガ人になったんだ。まさか俺が。トガ人、トガ人だ。あれが。やっぱり来てくれた執行者だ。